はい、皆様、ちわちわ鉄コーポレーション代表鉄です。今日はですね、富山県富山市にある有子東横町に来ております。でこちらにですね、今話題のラーメン屋さんがあるそうなので、ご紹介したいと思います。はい、今日ご紹介するのがラーメン鳥ごまさんです。はい、では鳥ごまさん入店です。今日ね、鳥ごまさんに来たのはね、これをね、食べにやってきたの。つまぶし麺、うなぎは入っていません。ということでですね、ラーメンを注文する前にまたやってまいりました。外はね、暑いからね、まずこれで、で、おつまみ、キムチとチャーシューと、巻き、のせ、最高。はい、やってまいりました、ひつまぶし麺。もちろんこれね、ラーメン薬味を入れて、でスープ、すごい。まずはね、これをね、混ぜ、うわ、麺すごいいっぱい。これも一緒 1.5 玉。ではいただきます。ちょっとね、ピリ辛、おいしい。でね、別皿にね、持ってあるそう。次はね、スープにね、つけて食べてみる。また違った味になってね、うまい。はい、レゴちゃんの届きました、冷やし豆乳担々麺。辛いですか？ピリ辛でもな、ちょうどいい。ごまが、ごますごいね。
すごい美味しい、うん、まあそうだよ、うん、あ、これいい、うん、あ、期間限こっちは期間限定で、うん、一応こっちはいつまでするかわからないっていう夏の場はあるね、はい、うん、もう今、あれなんで冷やしが8割ぐらいですよね本当でも YouTube って難しいっす。なんか午後にいるチャンネルさんも言ってますけど難しいっす。始める前は1000人ぐらい余裕で行くやろうと思ってたんですけど、全然誰もチャンネル登録してくれません。もう1年経ったんですけど、まだ280人ぐらいなんで見てはくれるんですよ、なんとなく。でチャンネル登録してくれないんですけど、多分それが悪いんだろうね。僕こうやって顔出ししながら結構喋りながらこうレポートするんですけど、それがどうなのかって話で、ね、おっさんが食べるとこ見て誰が面白いとかでもそういうのありだと思うんですよ。僕もありだと思ってちょっとやってるんですけど、おっさんがこうやってはーって食べてうおーうめーとか言ってピッパさんとるじゃないですかですよね。ピッパさんが初めて来た時にあれ、やらせてですか？もうちょっと強烈に撮ってもめっちゃ強烈やなと思う。でもあの人が美味しいって言ったら本当に美味しいお店なんですよ。はい、忖度なくまずいもんはまずいもんって言うっていうスタンスの人だから。はい、これがね、れいこちゃんが頼んだ冷やし豆乳担々麺。はい、こちらがね、トリコマさんグランドメニュー。で、こちらがね、ランチのメニュー。で、こちらがね、おつまみとお酒。ありがとうございます。ハイボールやってまいりました。はい、まだまだ飲みます。レゴちゃん、なんかトークしよう。トークバラエティー、バラエティーじゃないかな。ペットレゴっていうのが始まりました。鉄をレイコの時間ですみたいな。今日のお題は何いたしましょうか。そう昨日ね、レイコちゃんのね写真撮ったんだよ。ちょっとご覧ください。可愛いっしょ。可愛かったよ。でもね、ここに置いてってあげよう。皆さんコメントでですね、れいちゃんかわいい、みんなお願いします。ちょっとうまい、うん、飲み干したいこれ。うまい、うん、これおすすめだね、これね。冷やし豆乳担々麺だから、うん、夏にぴったし、うん。はい、会員完食でございます。ごちそうさまでした。はい、今日は鳥熊さんいかがだったでしょうか。メニューもね、まだまだ、ね、いろんなメニューがあるんでね、ぜひともご来店お待ちしております。はい、鉄の動画が面白いと思った方はぜひともチャンネル登録、グッドボタン、コメントもいただけると嬉しいでございます。ではまた違う動画でお会いいたしましょう。またね。でね、駐車場はね、ナインさんの前と向かい側、
ここだね、ここ、うん、が駐車場になっております。